はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、今回はですね、こちらあるものを購入したんですが、今日はこれを開封してレビューしていきたいと思います。というのもですね、これね、ある方にめちゃくちゃおすすめされたんですよ。で、それで興味が湧いて速攻買っちゃったんですけど、そのある方っていうのがね、皆さん誰だろうと思うじゃないですか。あ、 YouTuber の方かなとかね、芸能人の方かなとか思うかもしれないんですが、はい、こちら、皆さん、ゲットナビっていう雑誌読んだことありますでしょうか。まあ、こういう家電とか、そういうカメラとか、まあ、いろいろ機械についてすごくね、詳しく書かれていたりする、そういう雑誌なんですけど、なんとですね、その編集者さんにお会いする機会がありまして、その方に僕聞いたんですよ。ぶっちゃけ、個人的にすっごい今一番おすすめとか、買ってよかったなって思う商品って何ですかって。聞いて、だってプロじゃないですか。もういろんな商品見てるんですから。で、その方が実際におすすめしてくれたものがこちらなんですよ。皆さん、これ何だと思います？いや、僕もね、そんなのあるの？って思ってちょっとびっくりしたものではあるんですけど、では実際に開けていきたいと思います。楽しみだな。ちなみに僕が一番こうね、買っておすすめなのは、まあ、またそれは年末とかね、皆さんにね、ご紹介できたらなと思うんですけど、開けていきましょう。めっちゃ楽しみ。もうね、圧倒的にこれがおすすめって言ってた。ということで、はい、じゃじゃーん。なんだ？あー、このサイズなんだ。こちら、ベクロス SPW5000WP というものでございまーす。いやいや、わかんねえしとね、皆さんね、思うかもしれないんで、早速開けていきましょう。スパパカパカーン、ズバ説明書。はい、じゃあ開けましょう。おお、あれ、思ってたより小さい。これまだ皆さんわかんないかな。じゃーん。で、今回買ったこちらは Bluetooth スピーカーでございまーす。なんか高級感あるでしょ。なんとですね、こちら大体価格がですね、35,000円するというめちゃめちゃいい Bluetooth スピーカーで、なんか魔法瓶とかを作ってるサーモスが手掛けている、そういうブランドが作ったものなんですよ。真空二重構造の真空エンクロージャーっていうのを採用してて、なんか音の響きとかそういうものがものすごくいいらしいんですよ。で、最近さ、 iPhone とかでさ、こう映画見たりとか、あとはドラマ見たりとか、あとスポーツ、ダゾーンとかでスポーツ見ることも多いじゃないですか。で、そういう時にこの Bluetooth スピーカーを使って見ると、もうすごいド迫力な感じで、まあ、見れるらしいんですよ。早速ちょっと使ってみたいと思います。でもかっこいいよね。ちょっとまず見てみましょうか。ほら、こんな感じですね。スイッチとモードと音量と、あと再生とかありますね。で、この左右から多分音が出るのかな。で、後ろからもこう出るっていう、そういうものになってますね。はい。で、ちなみにこれね、バッテリーが約11時間持つってことで、結構それだけ持ったらさ、外でもド迫力が聞けるってことだから、めっちゃいいですよね。ということで、実際に聞いてみたいと思います。どんな感じなんだろう。ではね、早速 Bluetooth スピーカーつないでいきたいんですけど、ここでね、一つ今日難点があるんですよ。というのも、音のレビューってさ、動画じゃマジで伝わんないんですよね。僕のリアクションで皆さんね、どんだけいいものなのかっていうのを判断していただけたらなと思います。お、着いた。あ、でも今のブルルルでなんか音いい感出てるわ。全然わかんないけど。わかんないんかい。はい、じゃあまずですね、非常に恥ずかしいんですけど、僕が昔作った歌シェアマイハートを聞いてみましょうか。 YouTube からね。おお、こっちから聞きたい。あー、めっちゃいい音です。で、かつこのモードボタンっていうボタンがありまして、これを押すとなんか低音の迫力を増強する音になるらしい。あ、結構いろいろあります。あ、電話来た。
電話来ちゃいました。これで電話したらめっちゃ音いいみたいな。ああ確かに電話してみましょうかマネージャーさんの声もすごくいい声で、さらにいい声でこう聞こえてますよ。今マネージャーさんと電話したんですけど、重低音が響いてました。いやでも確かにすごいいい音ですねこれね。じゃあもう一曲ね、著作権フリーの曲聴いてみましょう。こちら、これよく僕がゲーム実況で使う曲なんですけど、かなりしっかりした曲なんですけど、おー、いいですよね。あの音なんでリアクションしづらいんですけど、確かにいいですわ、めちゃくちゃ。なんかね、ライブに行った時のような感じ。あのスピーカー自体はここにあるじゃないですか。なんですけど音がなんていうんですかね、立体的に聞こえるっていうか、なんかここから鳴ってる音もあれば、この辺で鳴ってるような音も感じたりとか、いろんなところから音が聞こえる感じがする。多分これ動画通しちゃうと分かんないと思うんですけど、なんかスピーカーいくつもあっていろんなところから鳴ってるような感覚がこれ一つだけでありますよね。でちなみに今調べたらIPX5 相当の、まあ、防水もあるから、まあ、外で雨に多少濡れたって、まあ、大丈夫なぐらいの、まあ、そういう防水機能もあるみたいです。いやこれでさ、あのネットフリックスでアニメ見たいんですけど僕。おおおおお、やばい、アニメ見てるんですけど映画館で見てるみたいになる、スマホで。すごい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 、今までで一番わかりやすい、圧倒的映画館みたい。これで見てんのに映画館みたいに見れる。音楽ももちろんそうですけど、今映画とかもスマホで見るじゃないですか。だからそういうのにマジで最適ですわこれ。アニさんちょっとだけ戦闘用意。すごいっすね、マジ映画館。ネットフリックスとか映画とかアニメ見た方がより音の違いが分かりやすいっす。そうですね、なんか一個一個の効果音がすごい聞こえてきた感じがあります。本当に映画館になるこれで、マジでおすすめです。いやこれは確かに素晴らしい。いやこれを激推しした理由がなんかめちゃくちゃ分かりました。いや素晴らしい。ということでですね皆さん、はい、今回はこちらベクロスの Bluetooth スピーカーをねちょっとこう紹介してきました。本当にね素晴らしかった。ぜひですね皆さんね Bluetooth スピーカーに興味があるっていう方はですね、こちらの Bluetooth スピーカーご購入検討してみてはいかがでしょうか。まあ安いものではないんですけど、これからスマホで映画見るとかドラマ見るとかアニメ見るとか、あとスポーツ見るとか、そういう機会ってめちゃくちゃ多いと思うんで、はい、ということでいかがでしたでしょうか。ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。これマジでいいものでした。これでねさらにスマホライフが加速しそうです。ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひこの動画がいいなと思ってくださって皆さん、チャンネル登録、そして高評価、通知ボタンもオンにしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。以上マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。